間のチョコレート受け取れないとは言わせないよ。いつの間にか不思議な力で体がチョコになってしまったよ。どうしよう。皆さんこんにちは、コバブルとウミウシウシくんです。よろしくお願いします。2月14日といえばバレンタインだな。急にどうしたのウミウシウシくん。今回はオイラが独自に調査したコバブルからチョコをもらいたいシチュエーションランキングを発表するぞ。調査したって言うけどさ、それでは早速第5位から。第5位、壁ドン。ちょ待てよ、僕からのチョコレート受け取れないとは言わせないよ。いやまあそう言わずに、遠慮せずに、ほら食べさせてあげるから、ほらどうぞどうぞどうぞ、ほら美味しいよ、ほらほら。第4位、照れくさそうに渡される。はい、これちょうど余ってるからあげるよ。はい、違うからね。バーチャル YouTuber は季節行事を大事にしろみたいな風潮があるから用意しただけであって、渡す相手がいないから仕方なくあげるんだよ。いや別に自分で食べてもよかった。第3位、口でキャッチ。おーい、今からチョコ投げるから、これ口でキャッチできたら今日一日何でも言うこと聞くから、いくよ。それ。第2位、チョコレートになってみた。わあ、いつの間にか不思議な力で体がチョコになってしまったよ。どうしよう。このまま暖かい季節になればきっと僕の体は溶けてなくなってしまう。それならばいっそ今僕を食べてくれ。はい、第2位までお送りしたぞ。どうだった？よくここまで考えたなぁと感心しているところです。そうかそうか、1位が気になるか。うんうん。それでは見事1位に輝いたシチュエーションはこれだ。第1位、ウミウシウシくんから渡される。オイラからのチョコ受け取ってくれよ。いつもありがとな。はい、というわけで1位はウミウシウシくんから渡されるでした。いやー照れるな、オイラ1位か、嬉しいな。最後のやつ僕全く関係なくなってるじゃん。まあまあまあ、ということでオイラからコバブルへの、はい、バレンタインチョコレート、はいどうぞ受け取ってくれ。オイラのチョコレート、これモッティのウミウシウシくん、ありがとうありがとうウミウシウシくん、嬉しいな、これ大事に食べなくちゃ。喜んでもらえて、嬉しい、ありがとう、本当に嬉しいぞ。それでは今回の動画はこれで終わります。ウミウシウシくんとコバブルでした。またね、バイバーイ。バイバーイ。